こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、コメントにお答えしたいと思います。サトシ TV チャンネルさんからリクエストいただきました。ビッグ転写台基地を使ってレイアウトを作ってくださいとの、コメントをいただきましたので、やってみたいと思います。ビッグ転写台基地はこちらでございます。ぐるぐる回るビッグ転写台基地というやつですね。こちらの説明書にですね、面白いレイアウトが書いてあったので、こちらをやってみたいと思います。で、こちらのレイアウトなんですが、説明でですね、ストップレールをうまく使って2編成を脱線しないように走らせようと書いてあるんですよね。これちょっと面白そうなので、こちらをやってみたいと思います。でですね、もう作ってあるんですよね。はい、こんな感じでですね、作ってあります。はい、では簡単にコースの説明をしたいと思います。真ん中にぐるぐる回るビッグ転写台を置いています。そしてこちらですね、こちらにストップレールです。そしてぐるーっと回りまして、こちらにもですね、ストップレールを置いています。そしてこちらに戻ってくるようになっています。走るプラレールはこちらのライト付きドクターイエローさんと、こちらのライト付きの500系新幹線で行ってみたいと思います。どっち向き、どっち向きなんですかね。こう入ってくるんですよね。こう入ってきて、こっち抜けるのと、こう回ってきて、こっちへ抜けるんですよね。なので先頭車はこちら向きになりますね。そして、こちら側はですね、先頭車がこちら向きですね。このように入ってくるようになります。おそらくこうだと思います。ではこれで走らせて遊んでみたいと思います。では、いきます。これこうですよね。はい。あ、違う。あ、いや、今のはマットからダメなんですか。マットからあかんのですよね。あーああそうっすよね。はい、すいません。はい、もう一回行ってみます。行きます。で、はい、で、ここはストップですよね。あれここにですね、できるようなことが書いてあるんですけどね。ストップレールをうまく使って2編成を脱線しないように走らせようって書いてるんですよね。で、これ、え？
ああ、やっぱりそうはいけないんですよね。はい、いかがだったでしょうか。今回はコメントにお答えして、こちらのぐるぐる回るビッグ停車台基地で遊んでみました。いつもコメントくださってありがとうございます。またこのような形でコメントにお答えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。こちらの8の字レイアウト、一人でやるのはちょっと難しいのかもしれませんね。はい、